こんにちは、こんばんは、赤尾です。10月は、メインの赤尾さんが10万人を迎えてすぐにコロナになってしまい、思うように動画が作れない日々を送っていました。コロナから学んだことは、睡眠の大事さですね。今はもう回復したので、10万人感謝動画や、夜行誌の深夜ラジオの続き、サブの動画、ライブ、など作っていけたらと思います。こんなペラペラしててもあれなので、例のあれ、やっていきましょうか。本日は、第92回最強のコアバナを探しに、お送りいたします。では、早速。第1話目は、大雨の日、です。どうぞ。これは私が小学校の低学年の時、住んでいた名古屋での体験です。9月、まだ暑い、土砂降りの雨の日でした。その日は、近所に住む同学年の友達2人と、私を含めて3人のグループで下校することになりました。空はベタッと塗ったような灰色で、とても薄暗かったのを覚えています。台風などで大雨が降ったり強風が吹くと、非日常感に心がワクワクして、キャッキャッと騒いだりふざけ合いながら下校の道を帰りました。私が住んでいた地域は名古屋でも比較的都市部でしたが、坂が多く、小学校のある場所から家の方へ向かって、緩やかにいくつかの坂を上がりつつ帰っていくルートでした。土砂降りの雨で坂のある地域ですから、道の脇を通る側溝や排水溝は大量の水が凄まじい勢いで流れていて、小学生の私たちにとって、いつも見ている風景が一変している様子はとても面白かったのをよく覚えています。とはいえ側溝には蓋がしてありますので、たまにある金属の網になっている場所を見つけるたびに、友達と木の枝を突っ込んでみたり、落ち葉を流して観察して遊んでいました。そんな調子でちょっとした冒険気分で楽しく帰っていると、側溝の蓋が外れて中が見える場所を発見しました。初めて覗き見る溝の内部は予想を超える水の量と勢いで、うおーすげーなどと興奮して石を投げ入れてみると、あっという間に流されていくのが楽しく、しばらくそこで遊んでいました。すると誰かが、傘入れてみようよ。と言いました。石や落ち葉を流すのに飽き始めていた私たちは、すぐにその提案に乗っかりました。友人のうち、大きな雨がっぱを着ていた友達が、俺やるー。と傘を閉じて溝に傘を突っ込みました。すると、かなりの水流だったのもあり傘が流れに持っていかれそうになり、さらに、畳んだ傘の内側に水が入り込んで、それでも傘を離せなかった友達は、溝の方に向かって転びそうになりました。その時、後ろから、おい、ちょっと君たち。と大人の怒鳴り声が聞こえて振り返ると、教頭先生がこちらに走ってきているのが見えました。その声に驚いたのか友達が傘を離すと、傘は一瞬で流され、溝の方から傘の骨が折れるパキパキバキバキという音が聞こえてきました。駆けつけた教頭先生の表情はとても怖くて、危ないから早く帰りなさい、こんなところで遊んじゃダメだ危ない。と怒られました。普段あまり接することのない教頭先生に叱られたことで、私たちは蜘蛛の子を散らすようにして、すぐに帰りました。家に帰り、母親に興奮気味に会ったことを話していると、母親の表情がぐっと曇り、あんた、それどのあたりで?と聞かれました。坂の下のとこ、溝の蓋が開いてて、と答えると、母親はとても嫌そうな顔つきになり、うわぁ、あんなとこで、と言って、話し始めました。8年ほど前、同じように土砂降りの大雨の日、一人で帰っていた小学生の男の子が、溝の傍らにランドセルだけ残して行方不明になりました。学校に連絡が行き、先生や保護者の方たちで探していましたが、なかなか見つかりませんでした。それから数時間後、ランドセルだけが残されていた、男の子が溝に落ちたと思われる場所から数百メートル離れた溝の中で、男の子は発見されました。溝の中を凄まじい水の勢いで流された男の子の体はボロボロになり、全身の骨が折れた無残な状態で発見されたそうです。全身の骨が折れていびつな形で硬直していた遺体を見つけたのが、私たちを怒鳴った教頭先生だったのです。当時、その地域に住んでいた人の中では有名な事故で、みんなよく覚えているそうです。教頭先生は事故以来、雨の日などは生徒の下校ルートを見回るようになったそうです。その後、家に教頭先生から電話がかかってきて、
誰も怪我などしてないか心配してくれていたそうです。教頭先生が母親に語ったのは、いつものように見回りに出ていると、私たちが坂の下の溝のところに集まっていたので、血の気が引いて駆けつけたそうです。その場所がまさにあの男の子が落ちてしまった場所だったからです。事故以降、通学路にある側溝には蓋が設置されていたので、なんであの日、あの場所だけ蓋が開いていたのか本当に不思議だと言っていました。もし教頭先生がその場に来て大声で注意してくれなかったら、友達はあの男の子のように溝に引きずり込まれていたような気がします。後日、一緒に帰った友達たちと話していて、私たちは教頭先生が来てくれてよかったよねと話していましたが、そういえば誰が、傘入れてみようよ。なんて言い出したんだっけという話になった時、私たち3人の誰もそんな提案をしてはいませんでした。誰がそんな提案をしたのでしょうか。大雨が降ると、今でもあの大雨の日の光景と、教頭先生の大きな声や表情、そして、傘入れてみようよ。という声を思い出します。では、皆様の米を見ていきましょう。教頭先生、素晴らしい。子供は好奇心旺盛だから、しっかりその不幸な話も聞かせておかないとダメだよね。大人でも毎年のように流されてるのに。教頭先生素晴らしい。ワイなら一緒に遊んでまうわ。子供の頃って雨降るとはしゃぐよねー。台風なんか大喜び。今思えば危ないなー。引きずり込まれそうになっていたところを教頭先生が助けてくれたんですね。自分を見つけた教頭先生が来ては、子供の霊もそれ以上はできなかったのかも。これは、ハロージョージ、のかほり。では次の話に移ります。第2話目は、室で見てしまったもの、です。自己責任注意。あれは私が小さな子供の頃、1980年代のおしまい頃のことですので、もう30年以上前になります。随分と昔のことですし、そろそろよそ様にお話ししても問題なかろうと思い、お話しします。ただ、あまり言いふらして、皆様自身の身に何か触りがあってもいけませんから、どうかあまり面白おかしく吹聴することのないようにお願いいたします。私は北海道の田舎町の出身ですが、母方の祖父母の家は日照峠を越えて東に行ったさらに田舎の町にありました。嫁さんと結婚するときに随分と反対されて、親兄弟とは疎遠になってしまいましたからはっきりとはわかりませんが、おそらくあそこにはもう誰も住んでいないでしょう。祖父母はまだ健在だとしてもそろそろ90歳を過ぎているはずです。施設に入ったか、あるいはもう奇跡に入ったかして、あの家にはもういないだろうと思います。祖父母は曽祖父と同居していましたが、その祖父母が現在90歳過ぎのはずなのですから、曽祖父にしてももはやこの世の人ではないでしょう。それに曽祖父はこれからお伝えする出来事で、どこに行ったのかもわからなくなっています。何でもない田舎町に住む親類の話なのですが、私には一つだけよそ様とは異なる事情がありました。曽祖父は、宗教の教祖のようなことをして暮らしていたのです。この宗教は、隣町にある山を本尊とする一種の山岳信仰だったと聞いています。私が生まれる前に最愛の人である曽祖母が亡くなって、深い悲しみに泣き暮らすうちに、いわゆる神がかりのような状態になり、何でも曽祖父は、死者の声を聞けるようになったのだとかいうことでした。曽祖父の仕事にはいくつかの種類があったようです。まず、依頼人からいくらかのお布施を頂戴して、個人の魂を自分の体に憑依させることで、ほんの束の間だけお話をさせるという霊媒のようなことをしていたのだそうです。大抵は、親族の方が亡きご家族にただ再会したくてご依頼されることが多かったようですが、中には交通事件の被害に遭われた方のご遺族が、個人の恨みを晴らすべく依頼する、という穏やかでない話もあったように伝え聞いています。また、何らかのおまじない、カジキ等というらしいことを大人になってから知りました、のようなこともやっていたようです。何分小さい頃のことで、詳しいことはわからないのですが、曽祖父のところには、神社にあるような荒縄に白い紙の飾りがあったり、鏡が祀ってあったりする一方で、仏像のような鈍い金色を称える像も、いくつか鎮座していたのを覚えています。
線香の匂いや煙が立ち込める独特な雰囲気の中、曽祖父が低く深い声で経文のようなものを唱えて、何がしかの儀式をしていたのも記憶に残っています。私は祖父母にとっての初孫でしたから、祖父母からも曽祖父からも猫可愛がりに可愛がられたものですが、この儀式については、おっきいじいちゃん、何しているの?と尋ねても、子供は知らん方がいい。といつもはぐらかされていました。未だに曽祖父の宗教についてはインターネットでも断片的に調べることができますが、これがどうも本質衰弱説的な、仏教的な要素と神道的な要素の入り混じる宗教だったようです。高齢の信徒の方たちを引き連れて、四国88カ所巡りをしたり、山伏のような格好をして山に入ったりして修行していたようです。あの出来事が起こった日は確か、夏休みや冬休みなどの長期休暇ではなく、普通の週末だったろうと思います。夏休みや冬休みには決まって一緒に遊び回ったいとこたちの記憶が、その時に限って全くないからです。何月何日ということまではわかりませんが、初夏という感じの爽やかに晴れた日でした。仏像があるお堂などの宗教施設と住宅とを兼ねた曽祖父や祖父母の家に、両親に車に乗せられて出かけていったのだろうと思います。もっとも、宗教などと言われてもよくわからない小学校に入りたての子供のこと、普通の家よりもうんと広いその場所が、私は嫌いではありませんでした。いつもお堂の横の和室にいて写経をしている西川さん、仮名です、という信徒のおばあさんのもとを、最初に私は訪ねました。坊ちゃん、遊びに来たのね。うん、西川さんはまた漢字の練習しているの?ありがたいお経を写して修行しているんですよ。先生のお言いつけでね。おっきいじいちゃんは?神明先生なら、お部屋でお休みです。寝てるの?お勤めで疲れていらっしゃるの。起こさないようにね。つまんないなぁ。僕、探検してくるね。危ないからあまり遠くに行ってはいけませんよ。はい。線香臭い建物から私は外に出ました。眩しい日差しに目を細めたのを、よく覚えています。お堂の中は直射日光が入らないようになっていて、どうも薄暗いのでした。そしてその薄暗いお堂で、お線香の匂いの立ち込める中、ろうそくの火がいつまでもチロチロと怪しく揺れ動いているのでした。そんな中にいて、曽祖父が、絶対に住んでない。という真ん中に置いてある鏡の方をじーっと見ていますと、どこからともなく鈴やおりんが鳴るのが聞こえてきて、急に頭がクラクラするような不思議な心地が時折するのです。その時も、私の足元が急にぐにゃりと斜めに傾きました。慌てて外に出ると、外の眩しい日差しにほっとしました。世界もまっすぐに戻りました。外はよく晴れていましたが、春先の北海道では晴れていても15度にも届かない時があります。爽やかな日差しで、空気も澄んでいましたが、少し肌寒いくらいでした。私は気を取り直して、外で遊ぶことにしました。しかし、弟は当時まだ赤ん坊で、いとこたちもその時には居合わせませんでしたから、一人遊びにすぐに飽きてしまいました。私は何か面白いものを探して、敷地内をうろうろと歩き回りました。そうして、正面玄関から見ると、右手にある丘って口のすぐ横にある小さなドアが目につきました。それは、曽祖父や祖父母が室と呼んでいる空間への入り口でした。高さは普通の玄関ドアの半分くらいで、アルミか何かでできた窓のない銀色のドアでした。ドアは地下にある室へと繋がっているものの、暗くて階段だから危ないという理由で、私が行く時にはいつも施錠されていました。祖母に何があるのか一度尋ねてみましたが、漬物をつけている。というような退屈な返事が返ってきて、しばらくはその存在さえ忘れていました。ところが、何気なくドアノブを回してみると、という音を立ててドアが開いてしまったのです。私は静かにドアを開けて、恐る恐る中を覗き込みました。暗くて何も見えませんでしたが、何か妙な匂いがしてきました。私は隣の丘って口にある靴箱の上に、小さな赤い懐中電灯がいつも置いてあるのを思い出しました。その日もいつも通りに懐中電灯があったので、それを拝借して早速探検を再開することにしました。と言って小さなドアが開きます。小型の懐中電灯の弱々しい光が辺りを頼りなく照らし出しました。
室の中は、何と表現すればよいのかわからないような、妙な匂いが充満していました。どことなく甘いような、生臭いような、正直なところ不快なくらいでした。祖母が、漬物をつけている。と話していたのを思い出し、無理に自分を納得させて先に進んだのを覚えています。幼稚園の頃に見ていた特撮物の悪役の味と思い出しました。本当に悪い奴らがいたらどうしようという気持ちが半分、どうせ漬物を入れてある容器くらいしかないだろうという気持ちが半分、というところでした。どこからともなく、と湿った音が聞こえてきます。思ったよりも長い階段を下り切ったところ、四角い狭い部屋のようなものに行き当たりました。周囲には青いポリバケツのようなものがたくさんありました。一瞬ゴミ箱かとも思ったのですが、多分この中に大量の漬物があるのだろうと思い直しました。恐ろしい気持ちを押し殺して、懐中電灯をむやみに振り回して周囲を確認します。右手に何か光りました。どうやら水道の蛇口のようです。先端には緑色のホースがついています。そして、台所のような銀色の調理台らしきものも見えてきました。しかし、問題はそれにべっとりとした赤黒いものが、それも大量に乗っていたことです。叫び出しそうになるのをこらえて、それが何なのかを私は確かめました。何のことはない。バラバラにされた魚と、魚の綿です。子供心に、多分酒だ、と思いました。生臭いのはこれのせいだったのでしょう。伊豆市でも作るのかな、とその当時は思いました。伊豆市というのは北海道のように寒い地方の郷土料理です。当時は伊豆市だとしか思わなかったのですが、発酵食品ですから、冬を越した暖かい時期に作ろうとしても発酵どころか腐敗してしまいます。つまり、あれは伊豆市の材料などではなかったはずです。あの大量の生魚が何だったのかは今もってわかりません。今度は左の方を見ました。大きな、丸い鏡が置かれていました。その瞬間まで気づきませんでしたが、手前には細いろうそくが2本ゆらゆらと小さな光を放っており、線香立てからはお香が煙っていました。さっきまで、ここに誰かいた？そういえば、いつも鍵のかかっている室の入り口も今日だけは開いたままでした。もしかしてここにいた誰かが、今この瞬間にも戻ってくるのではないか。自分でも鼓動が早まり、息が苦しくなってくるのがわかりました。その時、引きずるような足音が会場から聞こえてきました。誰だろう。私はとっさに懐中電灯を消しました。真っ暗な室は怖かったですが、それよりも黙って室に入ったことを見とがめられる方が私には恐ろしかったのです。足音はしばらく何かを探してうろついていましたが、また近づいてきました。生臭い室の中で、私は必死に息を殺していました。背中に嫌な汗をかいて、シャツがじっとりと濡れていました。という音が鳴って、とうとうあの小さなドアが開きました。あら、開いているわ。奥様ったらダメね。坊ちゃん、坊ちゃん、どこですか？新都の西川のおばあさんでした。脚光でよく見えませんが、腰をかがめて、小さなドアからこちらの様子をしばらく伺っているようです。ここには私がいないと判断したのか。不用心だこと。と言って、西川さんが鍵束を取り出す音がしました。閉じ込められた。こんなところに、一人で。幼い私は絶望的な気分で、途方に暮れていました。すぐに階段を登って大声を出せば、西川さんが気づいて助けてくれるかもしれません。しかし、すぐに階段を登って騒いだら、室に入ったことは西川さんだけでなく当然みんなの知るところとなって、こっぴどく叱られるかもしれません。私は動くに動けませんでした。ため息をついて、私はふともう一度鏡の方を見ました。見てしまいました。鏡と線香立てのところには簡易的な祭壇のようなものが作られていました。そこにはまるで家のような写真が立てかけられ、先ほどの生魚だか伊豆市だかわからないようなものが茶碗に入って、箸が突き立てられていました。お供え物ということなのでしょうか。写真には子供が写っていました。子供は、私自身でした。わ、という驚きの声を漏らして、私はその写真を見ました。魚の血が跳ねているのか、写真もところどころ赤黒く汚れているようでした。
しばらく呆然としていましたが、懐中電灯をつけることにやっと思い至って、私は懐中電灯をつけ、祭壇のあたりを見ました。お墓で見かける外葉を小さくしたような薄い木の板に、墨で名前が書いてありました。私も、父も、弟も、同じ漢字が名前に一字入っているのですが、その名前にも同じ漢字が使われていました。仮に言うたとでもしておきましょう。もちろん、仮名です。けれども、聞いたことのない名前でした。親戚でしょうか？わかりません。わかりませんが、私の写真がまるで家のように飾られ、私ではない名前の何かがそこに祀られている。お供え物には腐りかけの生魚。もう限界でした。私は必死の思いで階段を駆け上って、泣き叫び、ドアノブをむやみにガチャガチャさせたり、ドアを手で叩いたりしました。外から鍵をかけるドアということは、実は内側からでも開けることができたのでしょうけれども、あの時の私は恐ろしくてそれどころではありませんでした。しばらくすると、西川さんが戻ってきて、鍵を開けてくれました。叱られるかと思ったのですが、西川さんはいつもと同じ調子で。あら、坊ちゃん。こんなところに、お一人で。まあ、探検ですか。こんなところにいてはいけません。さあさあ、こちらに。と言って、私をお堂にある自分の部屋に連れて行きました。曽祖父の前で正座をする羽目になったのはその30分くらい後のことでした。曽祖父は怒っているというよりも、正座している私を無表情に見下ろしていました。あれを見たのか。鏡のこと？写真？両方。室には御霊が眠っている。あそこで遊んでいると御霊が、お前を連れて行く。鏡からお前を見ている。危ないから、もう入るな。御霊って、あの中に誰かいるの？いる。お前のお兄さんだ。お兄さんなんていない。私は長男です。小さい弟はいても、私には兄などいません。いたんだ、ゆうた。お前よりも四つ上のお兄さんになるはずだった。生まれてくるはずだったんだが、ゆうたは生まれてこられなかった。初めてのひ孫になるはずだったんだ。お前は、あれを見てしまったんだな。そう言ったきり、曽祖父は深いため息をつき、黙って自室に引きこもってしまいました。私の前に、生まれることなく死んでいった兄がいた。母からも全くそんな話は聞いたことがありませんでした。そして曽祖父の表情。あんな顔をしている曽祖父は初めて見ました。曽祖父がどこかに出かけたきり行方知れずになった、という話を伝え聞いたのはそれから数日後のことでした。母が祖父母と電話で話しているのを見かけたのですが、母の受け答えから、曽祖父が数日前に出かけていったこと。隣町の山中にある、曽祖父の持っている寺院のような施設に出かけていったとばかり思っていたのに、数日間何の音沙汰もないこと。警察に相談して失踪届を出す準備をしていること。そんな風なことを言っていました。曽祖父のことはそれきり家族の話題に上らなくなりました。私としてはもう二度と近づきたくなかったのですが、何かの折に母方の祖父母宅にもう一度家族と共に行った時には、室のドアがあったところは塗り固められてすっかり壁になっていました。私が中学を出る時には、主が行方知れずとなったあのお堂や山中の寺院は、まだ放置されていたように記憶します。その後、実家を遠く離れた高校の寮に住まうようになり、さらに都内の大学に進学、両親と大喧嘩の末、結婚してからずっと関東に住んでいるので、それからどうなったのかは私には全くわかりません。長い年月のうちにこの出来事が私の中で風化してきて、ふと、酒場で怖い話として人に話したことがあります。その時に、階段好きの水客がいて、こんな風なことを言って私をゾッとさせたものです。曰く、曽祖父がやっていたことはある種の呪いである。生まれてこられず死んでいった兄を思うあまり、次に生まれてきた私を実は疎ましく思っていて、呪術を使って兄の御霊を呼び戻そうとしていたのではないか。そして、私の御霊、魂のようなものでしょうか、を鏡の中に封印する代わりに、兄の御霊を鏡の向こうから現世に呼び戻して私の体に入れようとしていたのではないか。その水客曰く、鏡は霊道というこの世とあの世の通り道を作る道具だ。というのです。人を呪わば穴二つ、という言葉があります。相手を呪い、死を願う者は、
呪っていた相手に企てが露見するなど術に失敗すると、呪い返しといって自ら呪われることになります。曽祖父は、密かに呪っていた相手である私に、室で行っていた術を見られることで呪いに失敗して、逆に呪われる身となった。兄が曽祖父を連れて行ったのだろう。ということでした。リスナーの皆様の反応を見ていきましょう。素人がむやみに呪いを唱えるものではないのです。いちいちくどい言い回し。この人は階段より歪段の方が話すのは向いている。多分、じいちゃんはナンプラーを作ってたんやろうな。うん、おしゃれなじいちゃん。関係ないけど昔、室、剛を、室津、吉って思ってた。そして実は、室津吉だった。では次に参りましょう。第3話目は、アリス、です。どっぞ。私、不思議の国のアリスだったんです。サークル主催の会談会で、愛ちゃんは自分の番が回ってくるなり開口一番そう言った。この愛ちゃんという女の子は少し電波が入っている感じの不思議ちゃんで、顔は可愛いのだがいらない悪意や揶揄を買ってしまうタイプだった。けれど当の本人はそんなのどこ吹く風といった様子でいつもニコニコ笑っている。可愛いし人懐っこいので男子からはそこそこ人気があったが、一部の女子からは煙たがられている。そんな愛ちゃんがいかにも電波っぽい始まりで話し出したものだから、一人の先輩がすぐさまちゃちゃを入れた。それってあれ？物がすごい大きく見えたりするやつ？ああ、不思議の国のアリス症候群ってあるもんね確か。でも、階段階で病気の話をされてもねえ。そういう怖さは求めてないからな。話の内容を勝手に見透かして茶化すという無粋な言動に、しらけた空気が一瞬流れた。しかしその空気が長続きしなかったのは、愛ちゃんが。あはは、そういうお話じゃないですよ。とことさらいに返した風でもなく話を続けたからだ。他の人が見えないところとか、行けないところに、入れたんです。どういうこと？不思議の国のアリスって、主人公がウサギを追いかけて違う世界に行っちゃうじゃないですか。ほんとあんな感じですよ。他の人には見えない不思議な場所が私には見えたし、そこに入ることもできたんです。今まで語られてきたどの階段とも違う語り口に、さっきまで愛ちゃんのことを茶化していた連中も口をつぐんでいた。そもそも階段階なんて物好きな集まりに参加するような連中だ。愛ちゃんに対する悪感情よりも、彼女の話への興味の方が上回ったのだろう。最初は幼稚園の頃だったな。みんなで使える遊び場みたいな部屋があったんですけど、そこの隅っこに階段があるのを見つけたんですよ。そんなとこに階段なんてあるはずないんですけどね、本当は。でもその頃は子供でしたから、興味本位で階段を降りてみたんです。まあ、幼稚園児なら降りちゃうよな。そしたら降りた先にも普通に部屋があったんです。ボールとかお手玉とかが置いてあって、私以外にも何人か遊んでる子がいて、今思えば、みんな知らない子でしたけど。活発な子供だった愛ちゃんは、そのままそこでしばらく遊んで、元いた部屋に戻ったという。次の日もそのまた次の日もそこには階段があって、彼女は毎日のようにそれを降りては九段の部屋で遊んでいた。だが、そんな日々はある時突然終わりを迎えた。ある日、仲の良かった子をそこに誘ったんです。だけどその子には、階段なんてどこにも見えないらしくて。そこで初めて、あの階段が自分にしか見えてなかったんだと気づいたんですけど。ふっと視線を向けたら、私にも階段が見えなくなってたんですよね。ついさっきまでは見えてたのに。結局、例の階段とも部屋ともそれっきりで。でも私、それからもいろんな他の人には見えない場所に行ってたな。家の隣は草がぼうぼうに生い茂った空き地のはずなのに、時々そこに大きな家が見えた。家から出てきたお姉さんに誘われては中に入り、その度見たこともないような美味しいお菓子をごちそうになった。後日母親にそのことを話したところ、空き家に入ってはいけないと叱られたが、お姉さんの話自体は一切信じてもらえなかった。神社のお祭りに行った時、境内の裏手に歩いていく人を見たのでついて行った。するとそこにも屋台や踊りをやっていて、周りの人たちはみんな何かのお面をつけていた。
お金を持っていなかったので親からもらいに戻ったところ、境内の裏に屋台なんて出てるわけないと言われ、母の手を引いてもう一度行ってみたところ、そこには人っ子一人いなかった。他にも、愛ちゃんはいくつかの不思議な空間の話をしてくれた。病室のベッドの下にあるはしご、納骨堂の裏にある広場、クローゼットの奥の扉から行ける三角形の部屋。人に話すと見えなくなってしまうものもあれば、話しても変わらず見え続けるものもあったらしい。ただ、愛ちゃんが不思議の国のアリスでいられた時間は、そう長いものではなかったようだった。でも、10歳になった頃からさっぱり見えなくなっちゃったんですよね。秘密の遊び場がみんななくなっちゃって、結構がっかりした覚えがあります。へえ。けどさ、頻繁にそんなところに出入りして騒ぎにならなかったの？周りからすれば、愛ちゃんが急にいなくなったように見えると思うんだけど。ああ、大丈夫でしたよ。あっちとこっちだとねえ、多分時間の流れ方が違うんじゃないかな。愛ちゃんによると、その不思議な場所に入って長い時間遊んでいても、いざそこを出てみると全然時間が経過していないのだという。1時間とか滞在しても、戻って時計を見ると数分しか経ってない。なんて場合がほとんどだったそうだ。すげえな、無敵の秘密基地じゃんそれ。ずっと遊んでても誰にも文句言われないとか、子供にしてみれば最高だろ。遊び盛りの子供にとって一番の敵は時間だ。どれだけまだ遊びたくても日が暮れてしまったら帰らなければならないし、その掟に背けば親からのげんこつが待っている。そう考えると友達を連れて入れないデメリットはあれど、愛ちゃんくらい肝の座った子供にとって、不思議空間は確かに楽園かもしれない。みんなそう思ったが、それは他ならぬ愛ちゃんがやんわり否定した。あはは。でも、そんなにずっと入ってたことはないんですよね。愛ちゃんは苦笑いしながら、続ける。昔のことを思い返しているような、そんなちょっと遠い目をしながら。最初はやっぱりすごい楽しいんですよ。大声出しても怒られないし、時間気にしなくていいし。でも、あんまり長くいると、だんだん気持ち悪くなってくるんですよね。ちょっと怖いけど夢のある、不思議な話。そう受け取って少し和気あいあいとした空気になっていたその場が、しんと静まった。あ、もう帰らないとダメだなって思うんですよ、その感覚で。あれ今思うと、本能が警告してくれてたのかな。警告？帰れなくなるぞ、って。あ、これ普通に怖い話だ。遅ればせながらサークルのメンバーたちは、これがちゃんと階段階という場にそぐう話なのだと理解した。いい感じに背筋が寒くなったところで愛ちゃんの話は終わり、次の話へ進み、その話も終わり、という具合で、階段階は滞りなく進んでいった。百物語のように明確な目標を持って階段を語る集まりではないので、当然終わり時はメンバーが飽き出してきた頃ということになる。だんだんネタもつき、語られた話に対する反応も曖昧になってきたところで会話を開きになった。次の日から、愛ちゃんはサークルに来なくなった。愛ちゃんは少々身の回りのことにルーズなところがあったので、大方課題の出し忘れやら何やらでてんてこまいになっているのだろうとみんな思っていたが、大学から情報を求む旨の通知が出たところで、その認識が誤りであると知ることになった。彼女は階段階の次の日、通学のために家を出たところから行方がわからなくなっているというのだ。あいにく周りの人間は、彼女から何か聞いていたというようなことはなかったし、行き先の心当たりもなかった。だが同じサークルの人間、それも見目麗しい女子が突如失踪したというセンセーショナルな事態は、彼らの口を下世話で不謹慎な噂話へと駆り立てた。愛ちゃんってさ、結構電波なとこあったじゃん。変な男に言い寄られて、その気になって駆け落ちでもしてんじゃないの。男絡みはありそうだよね。あの子顔は可愛かったし。ああでもないこうでもないと各々の推理を話し合う者たちと、それを遠巻きに非難の目で見る者たち。けれど噂話に花を咲かせる者たちを咎める者があるわけでもなく、失踪者の名誉は話の魚にされていく。そんな時だった。そんなんじゃない。今まで部室の隅でじっと押し黙っていた一人の女子が、急に大声で叫んだのは。その女子は、いなくなった愛ちゃんと仲が良かった。安否の知れない友人の名誉を愚弄するような噂話に、
我慢できなくなり声を上げたのだと誰もがそう思ったし、実際話をしていた連中も居心地悪そうに部室をぞろぞろ出ていった。ごめん、俺たちが止めるべきだったよな。あんな不謹慎な話されてたら腹も立つよな。はぁ、はぁ。と荒い息を吐いている彼女をなだめるように一人が声をかける。違う、そうじゃないの。え？あの子、駆け落ちとか、そんなんじゃないの。絶対違う、絶対違う。目をカッと見開いて、絶対違う、絶対違う、と繰り返す様子はある種異様でさえあった。言い知れぬ違和感と恐怖を感じながらも、しかし相手は友人が消えて傷ついているだろう女の子だ。話を聞いてあげないようでは白状だろうと思い。どういうこと？と誰かが話の続きを促した。するとその女子は、おもむろに自分の携帯電話を差し出した。画面には、誰かからのメールが表示されている。それを真っ先に覗き込んだ者が。あ。と声を上げた。そのメールの差出人欄に、愛ちゃんの名前があったからだ。しかし。なんだよこれ。本当に愛ちゃんが送ってきたのか？わずか数文字の文面は文字化けしてしまっていて、何が書いているのか全く読み取れない。しかしメールの受信時刻を見ると、会談会の翌々日の午前中だ。このメールが行方をくらました後の愛ちゃんから送られてきていることは明白だった。これ、最初はこんな風になってなかったの。ちゃんと読める文字で送られてきてたの。え、じゃあ、時間が経ったら文字化けして読めなくなったってこと？そんなことが、果たしてあり得るのだろうか。一度受信したメールが、受信した後で文字化けしてしまう。なんてことが、こくりと頷いた彼女に、誰かが恐る恐る問いかけた。で、最初はなんて書いてあったんだよ。その子は、静かに答えた。出れない。愛ちゃんは未だに見つかっていない。愛ちゃんからのメールを警察に届けることもしたが、発信場所が探知できなかった。と突き返されてしまったそうだ。リスナーの皆様の反応を見ていきましょう。子供の頃にある程度いい思い出作らせて、大人になったら速攻出られなくなる罠なのか。精神と時の部屋もついに児童向けにチェーン展開したかと思ったけど、これ普通に怖いやつだ。不思議の国のアリス。幻想郷のアリスのことか、末期。ストロンガーは電気ちゃんと呼ばれるのか。不思議に騙されたアリス。では次に参りましょう。第4話目は、僕のセイバータイガーの詰め返してください、です。ねっちょりナポリタン。つい先月私は派遣会社での正社員雇用が決まり、東京郊外の古いアパートに引っ越しました。引っ越し先のアパートは借りる前から雰囲気があまりいいとは言えず、薄暗く陰鬱な印象だったのですが、立地と家賃の安さに惹かれそこに住むことに決めました。アパートは2階建てになっており、1階と2階でそれぞれ部屋が6部屋ずつあり、その1階に住むことになりました。古いアパートなのでセキュリティは皆無でしたが、大家の老夫婦がとてもいい人で、同じアパート内に住んでいたため、女の私一人でも安心感があるというのも決め手の一つでした。何よりこのコロナ禍でやっと採用してくれた会社です。正社員で働けるならどんなところでも住む覚悟がありましたし、ボロアパートとはいえ実家を出て初めての一人暮らしだったので、不安よりもワクワクする気持ちが強かったんです。引っ越してから1週間をちょうど過ぎた頃だったと思います。その日も私は100円ショップで小物類、スーパーで自炊用の食材を買い込みアパートに帰ってきました。すると、私の家のドアの前から少し離れたところに、30代くらいの男が体育座りをしていました。人がいるだけならまだしも、成人男性が体育座りをしている姿に私はよっとしました。内心やばい人かな？なんて考えながら明日大家さんに相談してみようと思い、男に目を向けず自分の部屋に素早く入ろうと鍵を開けた時でした。セイバータイガーの爪、返してください。後ろから男の声がしました。え？私が振り返ると、さっき体育座りをしていた男が私のすぐ真後ろで立っていて。僕のセイバータイガーの爪返してください。
泣きながら大声でそう叫んでいるのです。何なんですか？警察呼びますよ。30代の男に泣きながら目の前で叫ばれて、私は動揺しながらそう言い、素早く部屋の中に入ろうとしました。すると、返してー。絶叫しながら男が私の閉めようとするドアをつかみ、無理やり開けようとしてきました。必死に開けられまいと抵抗していましたが、男の力にかなうはずもなく私は吹き飛ばされてしまい、男は泣きながら部屋の中に入ってきて、なぜか部屋中を物色し始めました。私は訳もわからず恐怖におののいていました。ちょうど腰が抜けたような状態になっていたんだと思います。すると、どうしたの？かなり激しく揉めてたのが聞こえたのでしょう。大家の老夫婦が私の部屋に駆けつけてくれました。助けてください。泣きながら老夫婦に駆け寄ると、きよしちゃん。老夫婦の奥さんの方が男性を見てそう言いました。きよしちゃんどうしたの？奥さんがそう言うと、おばあちゃーん。と男性は泣きながら奥さんに抱きつき、奥さんがそのまま外へ連れ出していきました。ぎょとんとしている私に旦那さんが、前に住んでた方のお子さんなんだよ。と説明してくれました。どうやら前に親子で今私が住んでいる部屋に長く住んでいた人らしく、少し障害を持っていて、住んでいた当時は大家さんの奥さんにとても懐いていたということでした。ただなんで一人でまたここに戻ってきたのかは旦那さんにもわからないと言っていました。ちょっと親御さんに連絡してくるね。そう言って旦那さんも私の部屋から出て行きました。私はというとあまりの出来事に放心状態で、テレビをつけながらも全く内容が入ってこずぼーっとしていました。1時間ほど経った頃でしょうか。インターホンが鳴らされ、外に出ると男の母親を名乗る年配の女性と大家さん夫婦がいました。大変申し訳ありませんでした。目が合うやいなや、男の母親は土下座をして私に謝罪をしてきました。え？いきなりの謝罪に驚いていると、彼女は事の経緯を説明し始めました。何でも引っ越した先で、一人でゾイド？というプラモデルみたいなおもちゃで遊んでいたところ、そのおもちゃの爪が壊れたか外れたかでなくなっていたらしく、彼女の息子はどうやらそれを前の家に忘れてきてしまったと思い込み、気の向きのまま家を飛び出してしまったということでした。障害を抱えているため思い込みが激しく、そう思い込んだら周りが見えなくなってしまうそうで。どうにか警察だけは勘弁してください。と何度も懇願されました。大家の二人は何を言うわけでもなく心配そうに後ろに立っていて、例の息子は、と言っても年齢は30歳くらいですが、大家の奥さんにしがみついたまま、ヒックヒックと泣いていました。しょうがないことなのかもしれないですが、30歳を超えるであろう男性が高齢の女性にしがみついて泣いているのと、何度も土下座をする彼の母親を見て気持ち悪くなり、これ以上関わり合いになりたくないと感じ、今後一切こういうことがないなら大丈夫です。と言いドアを閉めてしまいました。少し時間が経つとちょっと冷たすぎたかなと考えないこともなかったですが、障害を持っていたとはいえほとんど犯罪のようなことをされたので、なるべく考えないようにして忘れるように努めました。それからまた一週間くらい経った頃です。買い物から帰ると、あの男が私の家の前に立っていました。え？と私が固まっていると、彼が私に一直線に近づいてきて、この前はごめんなさい。と私にビニール袋を手渡して走り去っていきました。あっけに取られながら部屋に入りビニール袋の中を確認すると、何かのプラモデルみたいなものと袋に入ったチョコなどのお菓子が入っていて、ちょっと気持ち悪さを感じましたが、彼なりの謝罪の気持ちなのかなと考え納得することにしました。しかしその翌日のことです。その日は友人と約束をしていてかなり遅く帰宅したんですが、玄関のドアノブにまたビニール袋がぶら下げてあり、またか？と思いながらビニールを持ち上げると、ずっしりと重く弁当箱のようなものが見えました。なんだこれ？と弁当の中を開けると、なんとも言えぬ食物が腐った匂いがムワッとして、糸を引いた海苔弁みたいなものが出てきました。さすがにゾッとした私は、すぐさま大家さんのところまで行き事情を説明することに。最初こそ私の剣幕に驚いていた大家さんでしたが。でもたまたま腐っちゃっただけで謝罪の気持ちなのよ。とか、
こういう形でしか表現できない子なのよ。と見当違いの言葉を返してきました。あまりに煮え切らない態度に思わず私は。いや、これ以上こういうことが続くなら警察に相談します。と伝えると。わかったわ、私から伝えておくから落ち着いて。となだめられ、その日は仕方なく部屋に引き返すことにしました。翌日の朝のことです。早朝にインターホンが鳴らされ親夫婦が訪ねてきました。きよしちゃんの件でね、お母さんが正式に謝罪したいみたいで彼女のお家に呼ばれてるの。開口一番奥さんは私に言いました。え？私が行くんですか？なんで被害者の私がいちいち加害者宅まで行かなきゃならないのか、と思う私の気持ちに気づいたのか。ごめんねー。なんだか自宅での仕事でどうしても家から離れられないらしくて。今日で二度と今後こういうことがないようにするから、誠心誠意あって謝罪したいって。立て続けにこう喋り続けました。いや、知らねえよ、と内心思いましたが、怒り心頭だった私は、文句の一つでも言ってやろうと彼女の自宅に行くことを承知しました。もちろん親夫婦が一緒に来てくれるという条件だったというのもあります。大家の旦那さんが車を出してくれ、10分ほどであの親子の家に着きました。親子の家は、住宅街から少し外れたところにポツンと立っている古びた一軒家でした。大家の奥さんがインターホンを鳴らすと、すぐに玄関が開き満面の笑顔の母親が出てきました。どうぞ、どうぞ、いらっしゃい。そういう彼女を見て私はよっとしました。なぜか彼女は違和感があるほどどぎついメイクをしていて着物を着ていたのです。大家夫婦は特に驚く様子もなく家へ入っていきました。少し驚きながらも仕方なく私も続くことに。家の中は外装と同様でかなり年季が入っていて、据えたような匂いに料理のような匂いが入り混じっていました。嫌な空気を感じながら長い廊下を歩いて一番奥の襖の前に着くと。準備があるので少しこの部屋でお待ちください。彼女は相違違う部屋に入っていきました。言われた通り彼女に案内された部屋に入ると、衝撃的な映像が私の目に飛び込んできました。よくお見合いなんかで出てくる長い机の上に、お頭付きのタイヤ赤飯などの豪勢な料理が所狭しと並べられていたのです。別段驚くこともなく座り出した大家夫婦の隣に座り、これ何なんですかね？と尋ねると、ガラーと襖が開き母親が部屋の中に入ってきました。すると彼女は急に土下座のような形のポーズをとり、この度は〇〇様と息子の清の縁談をご承知くださいましてありがとうございます。と大声で喋り始めました。私がパニックになっていると、本日はお日柄もよろしく、婚約の印として結納の品々をご持参いたしました。幾日差しくお納めください。と母親が喋り続けるのです。いや、どういうことですか？何なんですかこれ？私が強めの口調で大家の奥さんに言うと、何ってめでたいことじゃない、結ばれるっていうことは。満面の笑みを浮かべて奥さんは私に言いました。まともじゃない。急に背中に冷や汗が流れ耳がカーッと熱くなりました。一刻も早くこの場を離れなければ、とは言うものの、あまりの出来事に思考も体も完全に停止してしまっていました。その間にも、すみませんねー。清今着替えてて、遅くなっちゃって。と母親が言い出し、大家夫婦も満面の笑みで。まあまあ、清ちゃんも緊張してるんでしょう。はは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 は。と談笑し続けています。現実とは思えない状況の中、動かない体とは反対に、目だけが彼女らの一挙一動を観察していました。すると、ちらっと目の端に違和感があるものが映った気がしました。ちょうど談笑している母親の後ろあたり。ひ。声にならない声が出ました。母親の後ろには、あの男の家へと立派な仏壇があったんです。お手洗いを借りします。そう言うと私は玄関まで勢いよく駆け出しました。あら、ちょっと。後ろからは母親の声が追いかけてきましたが、無視して靴も履かずに玄関を飛び出し、できるだけ人が多いところへ走り出しました。頭の中では、なんで？どうして？という考えがぐるぐると巡っていました。
半分パニック状態になりながら友人に電話をすると、私の聞き迫る様子が伝わったのか、すぐに友人が迎えに来てくれました。ただ友人にどう説明していいかもわからず、トラブルに巻き込まれたとだけ言い、その日はなんとか止めてもらい翌日には実家に帰省しました。あのアパートには色々な荷物もありましたし、手続きも何もせずほぼ夜逃げ状態でいなくなったのですが、今のところ親から連絡は来ていません。来ても両親に対応してもらうつもりですが。また、どうしてもあの土地に近づきたくなく、結局就職先も辞退してしまいました。オチもなく真相もわからぬままですが、わかりたくもないし二度と関わり合いになりたくないので、このような形になってしまいました。皆さんも極端に安かったり、陰鬱な雰囲気のアパートには気をつけてください。やはりそれなりの理由があるんだと思います。ボアダの皆様の反応を見ていきましょう。一発目で警察行っとけよ。マジか。人怖い、今までで一番怖い話し。老婦人のポジティブさはある意味見習いたい。セイバー隊があってゾイドだよね。懐かしい。即装備酸素脇巡らすソング。即装備酸素脇巡らすソング。では次に参りましょう。第5話目は、明けさん、です。胸クソ注意。長い上に胸クソなので注意。もう90歳を過ぎている祖母が9歳の時の話。祖母の実家がある冒険警視、当時は警村には男子禁制の山がある。その山の管理に携わるのは全て女性のみで、男性は関わってはいけない。村の女の子たちも祭りの時以外は近づくなと言われていたそうだが、特に男の子には厳しく言い聞かせていたらしい。祖母が子供の頃は、年に一度成人男性、多分中年、の形をした人形を、山神様に奉納する祭りがあり、祖母も参加したことがあるそうだ。神様に奉納する人形がお世辞にも可愛いとは言えないおっさんであることに、疑問を感じた祖母は、両親に尋ねてみた。曽祖父は何も言ってくれなかったが、曽祖母は、あの神様は男が嫌いだからね、と言ったきり、黙り込んだ。食い下がろうとした祖母だったが、曽祖父の原骨が飛んできたのでその日は諦めてしまった。次の日、祖母は特に仲の良かった A を、B 子、シータ、D 助、に山のことで、何か知らないかと聞いてみたが、新しいことはわからなかった。次の日も、その次の日も、祖母は大人から子供まであらゆる人に聞いて回る。なぜそんなに気になっていたのか今となってはわからないが、とにかくあの山のことを解明しないと気が済まない気持ちになっていたのだ。狭い村でそんなことをしていれば噂はすぐに広まるもので、話を聞きつけた両親にこっぴどく叱られてしまった。しかし、大人たちが必死になって隠そうとしていたことで、それに気づいた子供たちの何人かは、逆に好奇心をくすぐられてしまう。そうしていつしか子供たちの間では、あの山にはすごい財宝があるとか、幽霊が出るとか、子供を食べる化け物が住んでいるとか、ありとあらゆる噂話で持ちきりになった。他の子がそんな話で盛り上がっていた時も、祖母は本当のことが気になって仕方なかった。そしてある日、A 男と D 助が興奮した様子で話してきた。話によれば、ついに我慢ができなくなった二人は、昨日こっそり霊の山に入ってみたそうだ。山自体は特別険しいわけでもない普通のものなのだが、少し奥に入ったところに古いお寺のようなものを見つけたのだという。お寺？いつもお祭りで使う神社のことじゃなくて？いや、神社よりもっと山の奥にあって、境内の裏から入るんだよ。祖母は祭りに参加したことがあるため、神社には行ったことがあったが、その時は必ず誰かしら大人と一緒だったし、境内で遊ばないように見張られていたので、そんな場所があることは知らなかった。境内の裏にさ、ちょっと広くなっているところがあって、その後ろの森に獣道みたいなのがあった。暗くなってきてたから昨日は途中で帰ったけど、あれ絶対すげえ宝とか隠してんだよ。秘密基地にしようぜ。こうなってしまうと祖母はもうダメだった。好奇心を抑えることができなくなっていた。
すぐさま B ことシータに会いに行き、先ほどの話をすると、二つ返事で賛成したのでみんなで行ってみることにした。翌日、家族にはいつも通り遊んでくる、とだけ言って出てきた5人が集まった。A を、当時12歳。一番年上で体も大きい。B 子、当時10歳。祖母の親友。シータ、B 子の弟。当時7歳の泣き虫。D スケ、当時10歳。好奇心旺盛。そして祖母。大人に見つかったらまずいという緊張感があったが、意外にもすんなりと神社に着いてしまったので、みんな拍子抜けしていた。それで、獣道ってのはどこにあるの？嘘だったら承知しないからね。嘘じゃねえって、うるさいな。絶対怒られるよ、もう帰ろうよ。祖母が怯えるシータの手を引きながら彼らについていくと、二人の言った通り近寄ってよく目を凝らさないと見えないような、細く狭い道らしきものがある。本当だったんだ。だから言っただろ、早く入ってみようや。その寺には大人がいるかもしれないんだから、静かにね。実は、祖母は獣道の入り口を見た時から嫌な感じがしていた。しかし言い出しっぺである上に、気になって仕方なかったのも事実なので、みんなには言えずに進むこととなった。この時恥をかいてでもみんなを止めていればよかった、笑い者になった方が何倍もマシだった、とは、後の祖母談である。走行しているうちに獣道を抜け、開けた場所に出た。そこには、ボロボロの日本家屋のような造りの建物が建っている。山小屋にしては大きく、きちんと門まであるそれは確かに寺のようにも見えた。だが、いろいろとおかしい。そもそもなんで山奥に、こんな建物があるのか？建物の周辺に草木が一本も生えていないのはなぜか？なんとも言えない違和感があったが、うまく言葉にならなかった。とにかく気味が悪い。おい、入れるぞ。こっち来てみろよ。A をの声で我に返った祖母は、いつの間にかみんなが遠ざかっていたのに気づいて、慌てて門をくぐった。敷地内に足を踏み入れた途端、ずっと気になっていた違和感の正体に気づいた。音がしないのだ。本来山というものは音で溢れている。鳥のさえずりや虫の声、川の流れる音や風の吹き抜ける音など実に様々である。そんな音が、ここには一切ない。完全に無音の山などあるのだろうか、と怖くなったが、祖母の足は、まるで吸い寄せられるかのように建物の奥へと進んでいった。うわ、なんだこれ。先頭にいたディースケが、突然大声を上げた。驚いてそちらを見ると、古くなっていた扉を開けたまま固まっているディースケがいた。何？どうしたの？B子と祖母が慌てて駆け寄り、シータがひーっと小さく声を上げる。そこには異様な部屋があった。床板は腐って変色し、赤黒いシミのついた壁には黄ばんだ着物がかけられている。そして中央部には、どす黒くなった布団らしきもの。布団のちょうど真上に吊るされた太い縄。気持ち悪いな、何の部屋だ？これ？産婦な？誰かここで、赤ちゃんを、産んだ？こんなところで？なんで？ B 子は硬直していた。祖母や B 子は自分の母親のお産に付き添ったことがあるからか、すぐにそれが出産のための部屋だとわかったのだ。なんだ、幽霊じゃねえじゃん。D スケが強がって言った。声はかすかに震えている。その時、獣のうなり声のような音が聞こえ、みんな一様にビクッと背中を跳ねさせる。何の音？姉ちゃん、怖い。どこから音がするのかわからない。例えるなら、山全体が震えているような気がした。しばらく身を寄せ合っていたが、少しして音が止んだ。呆然として動けない。シータの悲鳴にも似た鳴き声が聞こえたとき、今まで黙っていたビーコが口を開いた。そういえば、エオは？先ほどからエオの姿が見えないことに初めて気がつくと、弾かれたように駆け出し、エオを呼び探す。エオは、そこにいた。いや、エオだったものが。祖母たちが先ほどの部屋を見つけた建物の裏手に、しめ縄の張られた御堂のようなものがあり、その中で、エオは、死んでいた。こぼれ落ちそうなほど見開いた目からは血の涙を流し、口からは赤い泡を吹いていた。関節があらぬ方向に曲がっている。一目でわかる。生きてはいない。そんな、どうして、誰が。恐怖で動けなくなっていた祖母の耳に、
不意にあの音が聞こえてきた。Dスケだった。彼は直立したまま目を見開き、大粒の涙をボロボロとこぼしながら奇声を上げている。その顔を見た時祖母を襲ってきたのは、恐怖よりも悲しみだった。明らかに異常事態なのだがどうしてか、とてつもない悲しみが流れ込んでくる。痛い、辛い、助けて、帰りたい。誰かの、そして何人かの声が聞こえた気がした。頬に感じた痛みで我に返り、B子に叩かれたのだと分かった。祖母はいつの間にか泣いていた。そうだ、A 子と D 助が、早く誰か大人に知らせなければ。そこからは恐怖で失禁していたシータの手を強引に引っ掴んで、B 子と共に引きずるように走ったと思う。とにかく必死で山を駆け下りた。村にたどり着き、夕方になっても戻らない自分を探している大人たちを見たとき、祖母の意識は途切れた。気がつくと、Y 先生の家に寝かされていた。Y 先生というのは九段の神社の跡取り娘で、村の祭事や霊の山に関する一切を取り仕切っていた女性だ。当時女性に神職の資格は許されていなかったから、向こう取って形だけの神主としていたが、実権を握っていたのは彼女だった。祖母の歓喜の声が聞こえたかと思うと、室内は瞬く間に騒がしくなり、ドタバタと大勢の足音が集まってきた。バカモンが、大バカモンが。あの厳格な曽祖父が泣いていた。ようやく意識がはっきりとしてきた祖母は、山で起こったことを伝えようとするが、パニックになっていてうまく話せない。お父ちゃん、A 子と D 助が、山で、大変で、それで、泣いて。息を切らしながらやっとそれだけ言った。曽祖父は、わかってる。とにかく今はゆっくり休んで、時期が来れば Y 先生からお話がある。と言った。B 子とシータは、どこ？あの二人は無事だ。とにかく寝てろ。曽祖父の言葉を聞いて安心したのか、再び眠りへと落ちていった。それからは、村で B 子たちの姿を見ることは二度となかった。気になってはいたが、あの出来事を思い出したくなかったので、聞かないようにしていた。そして事件から8年後、祖母が17歳となった時に転機が訪れる。署長が来たのだ。曽祖母から、あんたも一人前の大人になったから、話さなければいけないことがある。と言われ、Y 先生の家へと連れて行かれた。Y 先生、こんにちは。娘に月の触りが来まして、例の。わかっているよ。そこに座りなさい。Y 先生は曽祖母が言いたいことをすでにわかっていたようだ。その日祖母は、曽祖母と Y 先生から今で言うと性教育のような手ほどきを受けた。これから嫁いでいくであろう祖母に、必要な知識を一通り教えた後、Y 先生は言った。それでねえ、〇〇ちゃんももう大人だからね、あの山のことを話さなきゃいかんのよ。凍りつく祖母。あの山、なんて一つしかない。恐怖を思い出して冷や汗をかき始めた祖母に、真剣な顔の Y 先生が言葉を続ける。以下は、私が祖母から聞いた Y 先生の話をまとめたものである。話の発端は江戸時代まで遡る。旅人に未婚の娘を差し出して、夜の相手をさせるというのは、全国各地で行われていてそれほど珍しいものでもなかったが、K村は少し違った。まず、旅人の相手をして子を宿した女性を、正体不明の男の子供を身ごもったクズ、として、軽い村八部のような状態にした。家族とは別に村外れの小屋に住まわせ、子供を産ませた。そこで生まれた子供が男の子なら下働きに使ったり、人買いに売ったりしたそうだ。だが、問題は子供が女の子であった時だった。非力な女の子は農作業では大して役に立たないということで、遊郭などに売るか、または次世代の出産マシーンにするべく育てたらしい。そして、旅人の子供を産んだ女性は、村の男たちで共有できる性処理要員とした。つまり、昼夜を問わず男たちがる、武士にやってくるのだ。やがてまた子が生まれると、女の子は母親と同じ道をたどる。村の女たちは、何も言えなかった。当時の日本はどこも男権社会だったが、K村はど田舎の農村ということもあって、特に女性の地位が低く、下手に反対すれば今度は自分が同じ目に遭わされるからだ。罪悪感からか、そういった女性の出産や子育てには村の女たちがこっそり協力していた。村ではこの不幸な女性たちを、明け、あるいは、明けさん、と呼んだ。
名前の由来はわからない。ある時、数人の、正確な人数は不明、明さんとその子供の住む小屋で病気が発生した。原因もわからなければ、対処法もない。しかし、そのままにしておけば村が危ない。そんな状況で村民たちが出した答えは、病気の明さんや出産などで死んだ明さんを、村から離れたところに隔離しようというものだった。そうしてできた隔離施設が、祖母たちが見た寺のような建物、通称山蔵、というわけだ。山蔵に働けなくなった明さんたちを押し込めることは、事実上の見殺しだった。亡くなった明さんをまだ動ける明さんが埋葬したり、山蔵に来てから妊娠が分かった明さんの出産を、自分たちで解除する。時々村からやってくる人が、わずかな食料を置いていく。そんなことが、何年にもわたって続けられた。これが風習として定着しつつあった頃、村の男たちがバタバタと死に始めた。それも普通の死に方ではない。生きたまま体中の関節がおかしな方向に曲がり、血の泡を吐きながら死んでいく。死ぬのは大人の男ばかりだったことから、明さんたちのたたりだと噂になった。また、女たちは毎晩悪夢にうなされることになった。男が全員死んでは村が滅びてしまうので、なんとかたたりを鎮めようとしたのだが、何をやっても収まらない。追い詰められた男たちは、まだ生きている明さんがいるためだと考えて怒り狂い、あろうことか、一人だけ生き残っていた明さんを殺してしまった。彼女は生き絶える直前にこう言った。私が何をしたというのか、思い知れ、思い知れ。その世にも恐ろしい形相を見た男たちは、強い力を持つことで有名な坊さんに供養を頼むことにしたが、坊さんは使いの村人を見た途端。それは、私に沈められるものではない。各々神社に相談してみなさい。と言ったっきり帰ってしまった。藁にもすがる思いで各々神社に行き、神主のアドバイスを受けて出来上がったのが、祖母も知っているあの神社だ。まず、山蔵はできるだけ現状を保存し、すぐそばに亡くなった明さんたちのための社を作ること。怨霊として払うのではなく神様として祀り、お怒りを鎮めてもらうこと。管理や祭事はすべて女性のみで行い、男性は立ち入らないこと。子孫に自分たちの過ちを伝え、明さんの存在を忘れないこと。これらの条件を聞き、すべて行ったところ、それまでが嘘のようにぱったりと死人が出なくなった。そうして年月が経つうちに、明さんたちは山神様と呼ばれるようになり、子供たちが結婚を控えるような年になると、大人から聞かされることとなった。そこまで話すと、Y 先生はため息をついた。わしらはな、おぞましい祖先の血を引いていることを忘れてはいかんのよ。A は明さんのお社に入ったからたたられた。D 助は近づいただけで入りはしなかったから、おかしくなっても命は助かったん。祖母は、ずっと気になっていたことを聞いてみる。それじゃ、B ことシータはどうなったんですか？シータは男の子なのに。シータはまだ子供だったから助かっただけで、あのまま成長したら確実に D 助と同じようになっていた。だから B ことシータの両親は引っ越していった。わしがそう勧めたんよ。すべてを知った祖母はいつの間にか泣いていた。あの時と同じだ。あの山でとてつもない悲しみに襲われたのも、助けを求める声が聞こえたのも気のせいではなかった。あれは、犠牲になった彼女たちの悲痛な叫びだったのだ。年頃になっていた祖母は、望まない性行為を強要され、屈辱の出産に耐えなければいけない辛さが痛いほどわかった。なんと苦しく、辛かったことだろうかと泣く祖母に、Y 先生は言った。まるまるちゃんが昔聞いて回ってた、あの人形だけどね。そうだ、今の話では明さんたちは男性が大嫌いなはずだ。なのにどうしてわざわざおっさんの人形なんかを備えるのだろうか。あれを供物として備えないと、未だに村の男を取り殺してしまうんだよ。祖母はここまで話を得ると、私に向き直ってお茶をする。あんたのおじいちゃんと結婚して私は村を出たけど、忘れてはいけないことだからね。まあ、若いもんからしたら信じられないかもしれんね。ちょっと待って、結局奉納したおっさんの人形はその後どうしたの？祖母は小さくつぶやいた。ああ、栄養のようになるんだよ。明さんたちは、今もあの山で苦しみ続けているのだろうか。
では、伊藤の皆様の感想を聞いていきましょう。この手のお話あるあるだけど、なぜダメなのかを子供に曖昧にした結果とんでもない大事故につながるよね。仮に事実を包み隠さず伝えても入るやつは入るんだろうけど。全体的に現代の倫理でひどい話でしょう。と言いたいために作った昔話って感じがする。元は小さな村に外部の血を取り入れて血を薄める目的のみだったのでしょうが、村の男どもがクズで自業自得。ひどい風習みたいなのが常習化して許せないですね。でも、そのひどいことをした相手だけを呪ってほしいです。いつの世も理不尽なのかな？やはりパン。と思うが、ロシアではババアをナタでぶっ殺す話が教科書に載っているのでパンドラが教科書に載るのもビレゾンかと。では、次でラストです。最後のお話は、精霊、です。ゆっくりしていってね。中2の夏だった。その時俺は、ちょっとした徳島の田舎の学校に通ってた。この時期って言ったら、中学校生活でも一番暇な時期だった。クラブは一応柔道をしてたんだけど、部員が全員中2で、数も5人しかいなかった。その上顧問もかなりいい加減で、夏休みなんて初めの5日ぐらい簡単な練習して、残り1ヶ月今日はまるまる暇になった。そこで、俺と特に仲のいい S と K の3人で、四国をママチャリで回ろうということになった。夏休み最後のクラブ練習を午前中に終えた俺らは、うちの親の車に積んであった四国の地図を持ち出して見ながら、近くの神社でアイスを食いつつ、だべりながら行き先を決めていた。どうせなら、夏休み明けにみんなに自慢できるところがいい。いろいろな案が出たが、S が提案した。吉野川を登って家にたどり着く。に決まった。いやっていうのは、徳島の西端にある地方の総称で、日本でも屈指の秘境だ。他に室戸岬や高松へ行くといった案もあったが、秘境という言葉に惹かれた俺らは、だいたい1週間の予定で出発の準備を進めた。出発当日、朝6時に中学校の正門で待ち合わせた俺らは、半日ほどかけて吉野川に出た。早ければ2時間もかからなさそうな距離だが、なんせ弱小柔道部だったから。さらに休憩も20分おきぐらいにしたし、かき氷屋や駄菓子屋を見つけては立ち止まってたから無理もなかった。出た場所は吉野川中流域で、道もあんまり広くなく、その当時はあんまり走りやすくはなかった。すぐに日暮らしの音が辺りを包み始めた。夜も近い。そろそろ寝場所探さなあかんな。もう疲れたわ。しばらく走ったが、眠れそうな場所もない。俺らはテントも寝袋も持ってなかった上に、空の具合も悪かったため、なるべくベンチと屋根が揃った寝床を探すことが必要だった。しかし、あたりにはひなびた田園と薄暗く曇天を映し出した川も意外ない。仕方なく俺たちは夕闇迫る一本道をひたすら進んだ。いつしか吉野川は姿を消し、あたりは徐々に緑深くなっていった。小心者の K が、戻ってどっかの民家に泊めてもらった方がいいって。と言っていたが、俺と S は、せっかく進んだ道を引き返すのはもったいないと反対し、さらに道を進んだ。やがて道は、突き当たりへと差し掛かった。この道は途中から山道になったため、坂で体力を消耗して時間を食ってしまった。そのせいであたりはすっかり暗くなってしまい、K が持参していた懐中電灯の明かり以外何もなくなった。さらに悪いことに、小雨まで降り出してきていた。髪を濡らしながら俺たちは突き当たりをどっちに進むか話し合った。左は荒れてはいるものの、アスファルトの道が続いているがその先に明かりは見えない。右は急にオフロードに変わってはいるが、うっそうとした木々の間の、さらに向こうに明かりが灯と灯っている。電灯の明かりか民家の明かりか区別もつかない。だけど、とにかく行ってみようということで、当然 K はもう反対だったが、荒れた幅1メートルと少しばかりの道を、自転車を押しながら無言でひた進んだ。だいたい8時過ぎのことだった。それから30分以上が経つと、いよいよ道は獣道に差し掛かってきた。変な虫はたくさん飛び回ってるし、ずっと蜘蛛の巣をかき分けながら進んでた。この道は右手すぐには急な山林が広がっていて、左手には崖があり、そのすぐ下にせせらぎが流れているようだった。とにかく暗くて最悪の経験だった。しかし、前までは遠くに見えていた光もかなり近づいたように思える。まさに、
希望の光そのものであった。ようやく光の正体が明らかになった。それはただの伝統で、K はそのショックさのあまり泣き出してしまった。責任感の強い S は、その横で必死にあたりを散策していた。俺は K に勇気づけていると、S の声が遠くでした。おい、ボロ屋があるぞ。一つ峠を越えたので辺りは山々に包まれ、闇の中にポツンとした汚い道の脇に、電灯の光が放り出されている形だった。雨はしつこく降り続いている。空気が生ぬるい。なんでこんなところに電灯なんて。と思いつつ、俺と K は S の声のする方へ、道を外れて草を分け入りつつ向かった。どうやら昔は草などはなく道があったようだ。明らかに周りと草の感じが違う。すぐ奥に S と、不気味に暗く浮かび上がる民家のようなものが現れた。木造だったので状態はかなり傷んではいたものの、割と作りは立派で、雨をしのぐ場所がきっとあると思い、少し恐怖感はあったものの、ほっと俺たちが肩を撫で下ろした瞬間だった。懐中電灯を持って、辺りを照らしていた K の手が止まった。ちょうど S が民家の前に立っていたのだが、その S のいる奥の方を照らしている。俺は K に付き添っていたので、K の照らしているところを見た。そこは民家の離れのような場所だった。じっと離れを照らしたまま動かない。どうしたんや？もっと周り照らせや。俺がそう言うと、K は再び泣き出してその場から逃げ出そうとした。俺と S は K をなだめ、しばらくしたところで事情を聞いた。あそこに、女の子がずっとおる。はぁ？はじめはそう思った。K はその後もダダをこね。帰る。と言い出すも、この天気じゃどうしようもないし、帰るんなら一夜ここで過ごさな仕方ないと説得し、なんとか落ち着かせて民家へ近づいた。裏手は高く崖がせり出していて、両脇はうっそうとした森だった。屋根はかなり穴が開いていたが、屋根もあるし、床も抜けていない部屋が一つだけあった。柱はかなり傷んでおり、襖や玄関などは完全に消失していたので、外の様子は常に確認できる。K はずっと離れの方を気にしているようだった。まだおる。ずっとこっち見てる。さすがに気味が悪くなった俺らだったが、疲れていることもあったので、眠いという気持ちが先行していた。S の時計はすでに11時を回っていた。俺たちは汚れた木床に横になり、数分もすると俺は意識を失っていた。多分、俺が寝て3時間以上は経ってたと思う。時間は確認してない。ふと目が覚めた。S と K は熟睡していて、K はいびきまで上げていた。あんなに怖がっていたのに、よほど疲れていたんだろう。尿意を催していた俺は庭とおぼしき場所へ出た。すでに雨は上がっていて、流れる雲の間から月が見え隠れしていた。少しその光景に見とれた後、俺は離れらしい場所まで行って、その脇の森の木で用を足そうとして森の方を見た。俺は声を失った。樹冠を黄色い光、色ははっきり覚えていない、が三つばかりふらふらと、まるで先ほど見た月のように木々の間をちらほらと塗っていたんだ。気づくと、俺は生まれて初めて動けなくなっていた。誰かがおぶさってる。何かが俺の胸を触れた。後ろから子供の手らしいものが、前に回り込んできたのだ。その何かは耳元でこう言った気がした。出て行って。と。今でもはっきり覚えてる。かすれた少女の声だった。どうやら俺たちは、足を踏み入れてはいけない場所に来てしまったらしい。俺が、わかりました。ごめんなさい、と念じると、重かった空気が溶けた気がしてようやく自由になった。そして、すぐに雨が降り出してきたので私は急いで部屋に戻った。今までよりもすごい勢いの雨である。そんな中ここを出ていくのも気が引けるが、俺は部屋にいた S と K に事情を話し、逃げることを促した。このままじゃ呪い殺されるぞ。さすがにみんな怖くなったようで、大雨の中カッパを着込んで外に逃げ出した。凄まじい雨で雷も鳴っていた。そんな中、俺たちが自転車のある外の道へと戻ろうとしたその瞬間である。低く凄まじい音が、俺たちの後ろから鳴り響いた。なんだ？と俺たちが後ろを振り返ると、50センチぐらいの岩が次々と裏手の崖から落ちてきたかと思うと、次には大量の土砂が家に覆いかぶさったではないか。バキバキと音を立てて家は壊れ、やがて全体を飲み込もうとしていた。逃げろ。みんな全速力で逃げた。
凄まじい崖崩れで、俺も小さな石が頭に当たって血が出たし、S も足を何かで切っていた。でもずっとあの部屋にいたら、今頃この程度じゃ済まなかった。唖然としながら大雨の中、自転車のそばでへたり込んでいた。雨はようやく訪れた夜明けと同時に止んで、東からは見事な朝日が昇ったのを覚えてる。昨日の女の子、いいやつだったんやな。朝になって、付近を走っていると地元の人に会ったんで、話を伺った。どうやらこの地域は地盤がとても緩くて、崖崩れなんてしょっちゅうらしい。あと、女の子の話もしたんやけど、なんかこの地方には昔からいい精霊がいて、それじゃないかということだった。今思い出してもゾッとする。あの時、あの少女に会っていなければ俺たちは。って思うとね。その後は、おかげで無事家を観光して、帰路に着くことができました。まあ、この途中にも2、3不思議なことはあったんやけどね。さすが四国って感じ。こういう異例、野良座敷わらし？にはちゃんとお礼して、今後も土地を見守り続けていてくれてほしいな。少年たちの日頃の行いが良かったのかもしれませんね。良かった良かった。幼女天使だな。幼女に後ろから抱きつかれた上にかすれ声で囁かれたとか。たまんねえな。俺だったらちょっとハスキーな熟女がいいな。出て行きたくなくなってしまうじゃないか。では早速、みんなのコメントを見ていきましょう。優しい精霊がいて助かってよかった。徳島県民だからなんか嬉しかった。いやダニのあたりはマジいるかもってところだよね。最近は大きい道できて、カズラ橋とか観光バスで行けるけど、ダニの細い道は夜は何も見えんし、バリ怖えよ。徳島在住だけど、鶴木町から山城や西屋あたりの県西部は、神秘的な景色だし、そんな存在がいてもおかしくないっすね。神山から石井、学童トンネル跡、サナゴーチ、アナン、ピラミッド、ナルト、イタノ、大阪峠、の県北部から東南あたりは、立ちの良くない奴がいますが。昔徳島県出身の子に片思いをしストーカー扱いされたことを思い出した。恐怖ランク A。今回はこれで終わりとなります。また近々お会いしましょう。おやすま。イエスロリータノータッチ。